エランは、イギリスのスポーツカーメーカーである、ロータスカーズが1962年から1975年まで、また1990年から1995年まで製造していた乗用車である。ビジネス拡大を望んだコーリン・チャップマンは、北米市場を意識せざるを得なくなり、初のロータス製 GT カーとして作られた、初代ロータスエリートよりも豪華でかつ、人気のあるオープンカーを、北米戦略モデルとして開発した。開発コードネームはタイプ26である。1962年のロンドンショーで公開された。英国フォードコーティナの直列4気筒オフのフォード 116E 型がベースではあるが、初の自社開発エンジン、ロータスツインカムを採用した。ロンドンショーでの発表から、ごく初期に販売された22台は、内径ファイ 80.96mm 高低 72.75mm の 1498cc のままながら、鋳鉄ブロックにツインカムヘッドを乗せて、ウェーバー製45度コキャブレタ -2 機を搭載し、9.5 という高圧縮比で、最大出力は 100HP を発生した。エリートの特色であった FRP モノコックボディは生産性の低さや、小盛音などの問題があり、販売上オープンモデルの生産が必要であったため、採用されず、プレス後半を溶接して組み立てた強固なバックボーン車種に FRP のボディを加装する方式を採用した。バックボーンフレームと FRP ボディの組み合わせはすでにアルピーヌも使っていたが、スチールパネルを溶接したボックス断面のバックボーンは独自のものである。ファイナルユニットのディファレンシャルからの雑音に悩んでいたコーリン・チャップマンが同クラスで Y 型に近い変形バックボーンフレームを持ち、結果的に雑音を解消していたトライアンフ・ヘラルドの車種構造にヒントを得て考案した。ロータス車の多くは断面に磁極モーメントが極めて大きくこれ自体が一種のモノコック構造とみなせる Y 型のバックボーンフレームを持つが、エランはその構造を最初に使った車である。前モデルのロータスエリートで採用されていた魅力的だが、甚だ楽観的でもあり、潜在的な欠陥を持つ、後輪独立サスペンションチャップマンストラットはついに捨てられ、前輪ダブルウィッシュボーン、後輪ストラットの堅実な設計となり、ハンドリングが向上した。当初のモデル、通称シリーズ1は、オープンボディのロードスターだけだった。完成車で1495ポンドという低価格 DOHC エンジンによる高性能、ロータスならではの卓越した操縦性などでヒット作になった。発売間もない1963年5月にエンジンが内径ファイ 82.55mm 高低 72.75mm の 1558cc に拡大し、出力 105HP。5500rpm、トルク 14.9kgm、4000rpm に強化された。1964年10月には S2 に進化した。メカニズムにほとんど変更はないが、ダッシュボードが木製になり、運転席側と中央だけだったのが、助手席側までカバーされるようになり、蓋がなかったグローブボックスには鍵付きの蓋が付いた。外観では、左右2個ずつ丸型だった尾灯が楕円1個ずつに変更された。オプションでセンターロックホイールが用意された。1965年9月フィクストヘッドクーペモデルが登場。新たにタイプ36を与えられたことでわかる通り、単なる従来のエランのクーペ版とは言えないほど改良されていた。トランクリットはボディ後端まで回り込んで大型化、トランクドアはヒンジ部を変更され、バッテリーはトランク内に移された。またパワーウィンドウが標準装備された。従来からのオープンタイプはタイプ26のまま生産が継続され、ドロップヘッドクーペと称された。1966年1月 DHC により豪華で高出力エンジンを搭載した S2SE が登場した。エンジンはカムシャフトなど、ヘッド周囲にチューンを施し 115HP、6000rpm に出力向上した。オプションだったトランスミッションのクロスレシオが標準とされた。ブレーキはサーボアシストが装備された。緑色だったエンジンヘッドカバーが青色にされた。足回りもセッティングが全面的に見直され、直進性旋回性とも格段に向上した。1966年6月にはオープンタイプがタイプ45に進化し S3 となった。基本的なラインはすでに販売されている FHC と共通とした。耐候性改善のため DHC にウィンドウサッシュが取り付けられるなど、基本的にはオープンで緊急用にホロを持つ車からより本格的なコンバーチブルモデルという色が濃くなっている。S3 からは全車にパワーウィンドウが装備されたが、ロータスによるとこの理由は手動式より軽いためだという。1966年7月には FHC にも SE 版の S3SE が追加された。またこの時期、ホイールがセンターロックのみとなった。1967年6月には初のファミリーカーとして使えるロータスという触れ込みでタイプ50を与えられ2+2のエラン+2が追加された。ホイールベースは通常の S3 比で+304mm の 2435mm に拡大され、トレッドが拡大され、それに伴いプロペラシャフト、サスペンションアーム、ドライブシャフトが新調されているが、その他は通常の S3 回 HC を踏襲している。1968年3月には S4 に進化した。タイヤが従前の145から13から155から13へと幅広になり、これに伴いホイールアーチフレアが広げられた。尾灯がエラン+2と共通の大型になった。1968年10月豪華路線をより進めたエラン+2S が発売された。これまでロータスの車両は必ずキットモデルも用意されたが、これはコンプリートモデルのみしか販売されなかった最初のモデルとなった。1968年11月、世界的に自動車排出ガス規制が強化されていく風潮を察知しイギリス国内でゼニス・ストロンバーグ製キャブレター装着モデルを販売し、ウェーバー製やデロルト製のキャブレターを装着したモデルを一時生産中止したがどうにも不評で、1969年8月には、ウェーバー製、デロルト製に戻された。1969年12月、通常のエラン+2が、エラン+2S に先立って、生産終了した。1971年2月にはウエストラインでの上下乗り分けを特徴とし、最強最終モデルとなった、エランスプリントが登場した。吸気バルブを拡大、圧縮比は 10.3 に向上、ウェーバー製40ドコに加え、デロルト製、ドラ40仕様も用意されて 126HP、6500rpm、15.6kgm、5500rpm を発揮、クーペでは 700kg に達していた、車両重量と比しても十分で、最高速度は時速 193.6km。0から60マイル、H 加速は 6.7 秒という瞬速であった。エラン+2S にも、ビッグバルブユニットは搭載され、エラン+2S130 となった。また5速 MT が、オプションで用意され、エラン+2S135 として販売された。この5速 MT はスプリントにも搭載され、エランスプリント5として4から5台販売された。1973年8月に2シーターモデルが生産終了。続いて、+2S130 が1975年に生産終了した。エリートよりも豪華で、かつ人気の高いオープンカーであったため、2シーターモデルが12,224台、2+2モデルを含めると約18,000台が生産され、ロータスを名実ともに一流のスポーツカーメーカーへと押し上げた。エランがデビューした当時の日本は1963年に第1回日本グランプリが開催されるなどモータースポーツの勃興期だった。エランは当初は不要貿易、後に東急商事の家で輸入され、浮谷藤次郎、滝進太郎、美保慶太郎らのレーシングドライバーの手により1960年代半ばのレースで活躍した。俳優の伊丹十三、作詞家の保富幸吾も当時エランのオーナーだった。エランのバックボーンフレームはトヨタ 2000GT の車種設計にも大きな影響を与えたと言われる。また流麗なスタイリングは1980年代末に登場した松田優のスロードスターが手本にしたと言われている。二代目エランは1976年から構想が始まり、当時提携関係にあったトヨタ自動車のエンジンを前提とした M90 というプロジェクトで具体化した。その後 4AGE エンジンを搭載したプロトタイプ X100 が開発された。1986年以来ロータスはゼネラルモーターズの傘下に入っており、開発にあたっては GM グループ及び提携各社のコンポーネンツを用いることが要求され、エンジン、トランスミッションユニットのコンペティションが実施された。コンペでは、三菱、ミラージュのサイボーグエンジンとイスズジェミニの 4G1 が残り、最終的には 4G1 を小山ガレージでライトチューンしたものが採用された。駆動方式は当初 FF ユニットをそのまま使ったミッドシップ方式も検討されたが、エンジンコンペが実施された頃には FWD で固定されていた。これは開発コストの圧縮もさることながら、自動車メーカー各社からの委託研究業務も重要な収入源としているロータスグループが FWD 方式の技術レベルを示す必要があったためとも言われている。実際、FWD エランの操縦性は、横加速度よりもヨーイングの発生を強く意識した独特のもので、とにかく横加速度を立ち上げて、応答性がクイックに感じられるように演出する他の FWD スポーツハッチのセッティングとは明確に異なる。ソフトなバネで執拗にグリップする高度で難解なハンドリングと作動装置の制限装置を持たない FWD 車でありながら実現された高いトラクションはロータスの目論見通り、今日でも FWD スポーツのハンドリングにおける規範の一つとなっているほど洗練されたものである。当時エンジン供給元であるいすゞ自動車を訪れたロータスの技術者は、サーキットやフリーウェイではなく、地図上の A 地点から B 地点まで最短距離で移動する場合はエスプリよりも早く、おそらくロータス史上最速の車だろうと語った。小規模、少量生産のため、大規模な金型や工作機械を必要としない初代エランに倣った脆弱で複雑な車体構造を採用したが、その上で GM の量産車の社内基準を満たす強度、耐久実験を敢行して開発費が異常に高騰した。ロータスにて市販に耐えるレベルの強度、耐久実験が実施されたのは、この FWD エランが初であり、この車の開発で構築した試験方法や強度、耐久基準は、後のロータス各社の大幅な信頼性向上につながった。デザインは、ロータスエスプリの1980年代のビッグマイナーチェンジも手掛けたピーター・スティーブンスによるもので、エスプリを前後に圧縮して屋根を切り取ったようなデザインを特徴とする。テールランプはアルピーヌ V6 ターボから流用している。デビュー当初はハードトップがオプション品として発表されたが、実際のデリバリーはされなかったようである。ダッシュボードのスイッチ類の多くは、オペルやボクスホールのものを流用した。開発費がかさんだ結果アメリカ合衆国市場で$40,000、イギリスで£20,000近くと高額になり、同じく初代エランをハントしたとされる、ユノスロードスターより5割以上割高になってしまった。このため立ち上がりから販売は芳しくなかった。ロータス史上前例のない高い信頼性とロータスの名に恥じないハンドリングを獲得したにもかかわらず、FWD レイアウトに対する保守的なスポーツカーファンからの否定的な反応や、主力市場米国での景気後退等の影響で、商業的成功策にはならなかった。1992年までに3885台が生産されたところで、$36,000,000の累積損失とともに一旦生産は終了した。1994年、GM から経営権を買い取った、ブガッティのロマーノ・アルティオリの下で復活し、S2 モデルとして800台が生産された。その後、生産設備一式は、韓国のキア自動車の手に移り、キアビガーとの名で1996年から1997年まで生産され、日本にも少数輸入された。エンジンは、キア製の 1800cc、135馬力にパワーダウンし、一方サスペンションは英国に比べ劣悪な舗装の韓国に合わせ、車高アップを含めたセッティングの見直しが図られている。このサスペンションのリセッティングは、キアではなく、ロータスが担当したためロータス独特のハンドリングは、ビガートになっても健在であった。1991年ロータスエラン US 使用者2010年、モンディアルドロトモビルにおいて、ロータスより5台のコンセプトカーが発表された。その中の1台が、エランで2013年に販売予定と説明されていた。しかしその後エランを含めた発表されたコンセプトカー5台すべての販売計画は生産前に中止となった。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ワールドカーガイド8ロータス P172 から176。ABCDEFGHIJKLMN OPQR ワールドカーガイド8ロータス P95 ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ AAB AC&AF AGI AJAKR AM1AOAPAQR as at AU AVOXI as BA BB BCBDB ボーイフレンド BGBH バイ BJBKBL BMBN、ワールドカーガイド8ロータスピアニッシモ、50から64。ABCDEF、ワールドカーガイド8ロータス P185。パリ2010、ロータスエランコンセプトストンズザクラウズ、W、ビデオ、ハットロータス、5コンセプトカーズキャンド、ブランドオントビーソールド。ありがとうございます。